の交通安全運動に合わせ、角田市の道の駅で警察官らが特産の梨を配りながら交通事故なしを訴えました。事故に遭わないように起こさないように事故なし作戦です。よろしくお願いいたします。キャンペーンを行ったのは警察官と交通安全協会のメンバーなど24人です。警察官らは交通事故なしにかけて角田市特産の梨を利用者に配りながら、飲酒運転をしないことや夕暮れ時に早めにライトを点灯することなどを呼びかけていました。事故なしと梨をかけて、ああそういうこと分かんなかった。素晴らしいですね。3連休の中日ということで、皆様もですねドライブ行かれるところあるかもしれません。ちょっと天候悪いですけれどもね、その際はですね休憩を十分に取るなどして安全運転でよろしくお願いしたいと思います。角田警察署管内では今年に入ってからこれまでに1件の交通死亡事故が発生しています。